ガヤの動画。はい、皆さんこんにちは。ラコンティーズガヤです。よろしくお願いします。今回ですね、もう、9月半ばに入ってですね、だんだんと、夏からですね、秋にかけてですね、だいぶ涼しくなってきました。で、まあ涼しくなってくると今度はですね、何が必要になってくるかというと、まあ秋冬にかけてですね、ライトアウターですね、が必要になってくるかなと思います。もうね、ファッション感度の高い人っていうのはもう8月ぐらいからですね、各種ブランドですね、FW シーズンの、商品が入ってきているので、まあ、購入している方も多くいらっしゃるかなとは思いますけども、まあね、あの一般的なブランドは、まあ、特には今日紹介するノースペースなどはですね、9月後半から11月頭ぐらいまでですね、大体結構いろんなものが、ラインナップされていきますので、まあ、その前にですね、ちょっといろんなものをご紹介できたらと思います。まあ、過去にね、動画に紹介したものも結構いっぱいありますので、まあ、今年ね、狙うものをですね、決めていただければなと思います。で、まあ、今年もね、同じようなものが出るかはちょっと分かんないですけども、まあ、デザインが少し変わったりとか配色が変わったりするかもしれませんけども、一応ですね、参考になればと思いまして、動画を撮ってます。で、まあ、いろいろ見ていきますのでよろしくお願いします。はい、じゃあですね、今年もですね、まあ、大注目になるであろうと思いますけども、ライトアウターというのはこちらですね。はい、こちらになります。はい、マウンテンライトジャケットになります。はい、ということでね、こちらね、今年もね、マウンテンライトが出ると思います。で、まあ、あの動画でも結構言ってますけども、争奪戦的にはもうだいぶ落ち着いた感じかなと思います。もうだいぶですね、行き渡って、まあ、普通に定価で買えるようなところになってるかなと思います。まあ、あとはですね、今年独自の新色とかね、出ればその辺は人気になってくるかなと思いますけど、黒とかね、この辺の、黒とかその辺は少し買いやすいんじゃないかなと思いますので、参考になればと思います。まあ、これもちろんですね、こう、はい、袖にもねありますようにゴアテックス仕様になってます。なので、まあ、あの雨風強いということで、もうほんと全天候型のかなり、まあ、夏場以外は着れるようなアウターになってます。ちょっと着てみましょうかね。これ一応サイズ XL を着てます今。で、私が、大体身長が183.4センチ、体重93キロぐらいですね。こんな感じですね、見えますかね、こんな感じで着れるから、まあ、ちょうどいいって感じですね。で、まあ、割とマウンテンライトジャケットは身幅をゆっくりと、身幅と着丈が結構ゆっくりとってあるので、まあ、割とね、あの XL っていうのはね、実はサイズ人気ないですよね。で、まあ、普通の一般人っていうか日本人の平均身長170ちょっとぐらいなんで、大体 M から L が人気という、まあ、あと S ですね、女性の方も着るので S とかが人気らしいです。なので XL、 特に体大きい人は XL 売れ残りやすいんで、あの狙い目かなと思いますので、よかったら見てください。まあ、ぜひこんな感じですね。まあ、詳しくですね、動画にしてますので、過去の動画見ていただければと思います。じゃ次はですね、はい、これはライトアウター、まあ、ダウンですね。ちょっとね、こちらアコンカグアのダウンジャケットになりますね。これはこのノースですね、アコンカグア。今出たこのね、マウンテンライトジャケットにこうジップインジップできる、そういったダウンになってます。で、これ自身もですね、軽量アウターとして羽織ることができますので、まあ、あの そんなに寒くない時はですね、これ1枚でこんな感じで着てもらって出かけてもいいのかなと思います。これも XL サイズですね。で、基本的にあのジップインジップするときには、サイズは同じの方がいいです。なので、マウンテンライトを XL にするんだったら、今回も XL の方が、ジップの長さとかね、そういうのが決まりやすいので、そういうのを参考にしてみてください。もちろんですね、ジップインジップ対応の他社のダウンとかね、あのよくあのワークマンとかユニクロとかのね、ダウンとかフリースをジップインジップする人がいますけども、あれで全然いいと思います。ただ、まあ純正で、ちょっと決めたいなっていう方はアコン家具はぴったりなので、よかったら参考にしてみてください。これもですね、ジップインジップしている動画が去年出してますが、今年かな、
出してますので、よかったら見てください。はい、ですね、アコン家具はですね、はい、じゃあ次こちらですね。これはもう 今すぐにでも切れるかなっていうところですけども、こちらはですね、ドットショットになります。まあ、ドットショット何かっていうと、まあ、いわゆる雨具なんですけど、まあ、雨具に分類される感じで、でこれ、なんだっけ、ハイデントかな、ハイデントだったかドライデント、どっちか、ちょっと海外と日本で規格が違うんですけども、素材使ってて撥水性なんで、かなりいいものになってます。割とね、私はカッパで着てるのと、あと通勤とかでですね、結構使ったりします。これ結構軽くて、使いやすいので、これもかなりいいかなと思います。今からの時期とかは結構まあ、軽く羽織れて、いいかなと思います。ただこれ自身にその防寒性っていうか発熱みたいなのは特にないので、まあ、こんな感じですね。まあ、これは本当風よけ雨よけって感じで着るのがいいのかなと思います。こんな感じで着て、まあ、普通に着れるかなって感じですね。これもこんな感じで着れるのかなって感じですね。はい、これも本当雨具とか本当軽く羽織る分には全然使いやすいものになってますので、結構人気でですね、でしかもこれ安くなってるんですよね。だいたいセールで定価が2万弱ぐらいだったと思うんですけど、だいたい1万2、3000円ぐらいでは売ってあると思うので、これは結構ドットショットおすすめですね。かなり使いやすいです。私ももう、前のドットショット多分動画の初期の頃に青いものを着てると思うんですけど、あれがもう 4、5 年ぐらい着て、まあ、新しく今年買い直した、もうあれボロボロだったんで今年買い直しました。はい、はい、じゃああと残り2点ですね。はい、もう見た目的には変わらないかもしれないですけど、これこちらですね、これクライムライトジャケットですね。こちらはですね、さっきとちょっと似てるんですけども、これね、まあ、ちょっとシーズンが違うんですけど、これゴアテックス仕様になってます。で、今一番ですね、ノースフェイスが、力を入れてるものっていうのはアルトロでもマウンテンライトじゃなくて、こちらのクライムライトらしい、クライムライトジャケットらしいです。で、なのでこちらかなり薄手で、軽いんですよね。こんな感じでも薄手で軽い感じで、なのに、まあ、ゴアテックスで高機能っていうところ でチップもですね、この分かるかな、ジップのとこも止水でこんな感じでしっかりしてます。ただですね、私これ個体差なのかもしれないですけど、この止水とチップがめっちゃ分かりますかね、硬いんですよね、重い感じがある。そこだけ若干気になるところではありますけども、あとはもう全然いいですね。軽くて高機能というところでかなり使いやすい、ライトアウターになります。こちらもね、ちょっと同様、これ自体その何かこう防寒するような性能はないので、下に、まあ、あったかいものを着ればいいんだろうと思いますけど、でクライムライトちょっとですね、他の今までのものでサイズ感が一回りちっちゃいです。ちょっとタイトなシルエットになってますので、ちょっとこうゆったり着たい人にはちょっとあんまおすすめできないですけども、軽くて高機能というところで、ちょっと比べてもらうと分かるんですけど、多分ちょっとこう丈が短かったり、身幅もですねちょっとゆったりしてる、あ、ちょっとタイトですね、止めると少しパツンとなるような感じになりますので、まあちょっとサイズ感がどっちが、まあ、ぴったりした方が好きっていう方はクライムライトでいいですし、ちょっとゆったりしたいなと思うのは他のはいいかもしれませんね。はい、というところでクライムライトジャケットですね。色もちょっと似てるのを買うことが多いので、結構ね似たり寄ったりではありますけど、はい、じゃあ今日最後ですね。はい、最後はこちらになりますね。このマーク見てもらえば分かると思うんですけど、アンタークティカのバーサロットジャケットになります。フリースですね。これはマジ最強フリースって言われてて、めちゃくちゃ、アンタークティカシティ自体はちょっとねノースの中でもハイラインの方になるんですけども、着てみる、ちょっとこれまだね9月なんでめっちゃ暑いですよね。まあ、手もこんな感じで
こんな感じで出せて、はい、まあ、印象的にはこんな感じですかね。これもちょっとタイトな感じでフリースなので、ちょっと着丈がやっぱり短いですね。まあ、着るとこんな感じになるって感じですかね。はい、こんな感じですね。はい、私とこれ XL なんですけど、まあ、私はちょっとタイトになっちゃうかなと、まあ、前焼きで着た方がいいかなと。これシルエットめっちゃかっこいいんですけど、ちょっとね、まあ、こんな感じで締めるとめっちゃかっこいいんですけどね。ちょっと黒に黒なんであれば見にくいかもしれないですけど、ここも首の首元までこんな感じで見えるかな、首元までしっかりとこう覆ってくれるのでかなりいい感じですね。暑いっす、脱いでいいですかね。はい、というところで、まあ、一気にご紹介しましたノースフェイスのね、各種、まあ、割と主力商品になるだろうというところで、まあ、サイズ感と、まあ、どんな感じかっていうのをね、ちょっとざっとではありますけどもご紹介いたしました。まあ、で今年もね新しい、色だとか、種類が出てくると思いますけども、皆さんも気になるものがあったらですね、ぜひチェックしてみてください。はい、というところでですね、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録はですね、コメント、高評価いただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。